さあ言ってやるがいい。それとすまぬが、拙者が利用したこの男も助けてやってくれ。物欲というもののけに疲れた哀れなやつだからな。あ、ちょっと待って、まったく無責任なんだから。まだ左手効かないんだから。一つなら今の拙者でも倒すことができる。さらばだ光の人。後の仲間はみんな捕まったそうです。そうですか。さあそろそろ行くぞ。夢を
見たんです。夢？ええ、気を失ってる間夢の中に影立つ様が出てきて言ったんです。なんて？もののけがこの世に現るるはことの道理なり、されどそのもののけを打ち破らんとする心、それさえあれば百戦して危うからず。